価格も安いのに洗浄成分も内容成分もどちらもいいんです。チェキチェキこんにちは、表参道フアーティストあやまるです。今回は市販で買えるおすすめのシャンプーを紹介していきたいと思います。市販のシャンプーってもうすっごいいっぱい種類がありますよね。どのシャンプーでもそれぞれ特徴があって、もういっぱいありすぎてもう悩んじゃうっていう方も多いんじゃないですか。まあ美容師としてはそれぞれの皆さんの髪質だったり悩みに対してアプローチがしやすいサロンシャンプーをおすすめするべきなんですけど、なかなか難しいってこともあると思います。まあ市販のシャンプーを買うにしてもお金を払うならより頭皮や髪にいいものを選びたいですよね。ということで今回は市販で買えるおすすめシャンプーを紹介していきたいと思います。で今回は3つ調べてきたのでぜひ皆さん参考にしてください。まず1つ目、これ多分知ってる方多いんじゃないですかね。ボタニストダメージケアシャンプー。ボタニストにもいろいろ種類があるんですけど、その中でもおすすめなのがダメージケアシャンプーです。このシャンプーにはなんとサロンシャンプーに劣らない内容成分が入っていて、成分のバランスもすごくいいです。適度な洗浄力で汚れも落とせます。そして補修成分と保湿成分も配合されています。なので比較的どんな髪質の方でも合いやすいと思います。洗浄成分はこちらになっています。ココイルミチルタウリンナトリウム、ラウロイルミチルアラニンナトリウム、この2つの配合が多くなっているので、適度な洗浄力もあり刺激も少ないのでマイルドに洗うことができる洗浄成分となっております。サロンシャンプー並みのクオリティなので、これが市販で買えるのは結構すごいです。洗浄成分だけでなく内容成分もいいものがたくさん入っています。髪の毛のダメージを補修してくれるペリセラ、熱から髪を守ってくれるヒートケア成分、補修成分の加水分解ケラチ、保湿成分の高いホホバオイル、他にもこれ以外にも髪に嬉しい成分が入ってます。なので本当に市販シャンプーとは思えないぐらいクオリティが高いんですよ。でこのシャンプーの合う合わないっていうのをどうやって見極めるのかというと、比較的合いそうなのはカラーやパーマや縮毛矯正をしてダメージが気になる方、そして髪の量が多い、硬い、太い、これで髪の収まりが悪いっていう方は比較的合うと思います。そして逆にちょっと合わないかなっていう人は、髪の毛が柔らかい人、細い人、ボリュームが少ないのが気になってしまっている方は比較的合わない傾向にあるかなと思います。はい、以上がボタニストダメージケアシャンプーです。ぜひ参考にしてください。はい、そして次、これももしかしたら聞いたことあるかもしれないかなと思うんですけど、それはひまわりオイルインシャンプーです。聞いたことありますか？で、このひまわりにもいろいろ種類があるんですけど、その中でも黄色のやつがおすすめです。で、なんといってもこのひまわりってコスパがいいんですよ。市販のシャンプーってコストを抑えるために洗浄成分があんまり良くないものが入ってることが多い中、このひまわりは価格も安いのに洗浄成分も内容成分もどちらもいいんです。洗浄成分でいうとこんな感じです。この2つの組み合わせによって泡立ちも良くしてくれて刺激も抑えた配合になっています。でもただ一つ気になるのが、ラウロイルサルコシン TEA が配合されている点です。この成分はすすぎ残しがあると刺激が出てしまう成分なので、もし使用する際はもう絶対にすすぎ残しがないように注意してください。内容成分としてはこんな感じです。こんな感じでひまわり成分が5つ入っています。この5つの保湿成分のおかげでしっとり感、まとまり感を出してくれます。ただこれがひまわりだからなんだっていうのではなくて、植物エキスやオイルが入っているからなんだなーくらいの認識がいいと思います。そして補修成分が入っていないんですけど、本来のシャンプーの目的としては頭皮や髪の汚れを落とすことなので、それをこの価格で手に入れることができるっていう点ではいいシャンプーかなと思います。そしてこのシャンプーが合う人、どんな人かというと、髪のパサつきが気になる、髪の癖が広がりやすい方におすすめです。そして頭皮が弱いっていう人にも合うと思います。逆に比較的合わないかもしれないっていう人は、髪が柔らかい人、細い人、ボリュームが少ないっていうのを気にされている方は比較的合わない傾向にあるかなと思います。そして匂いだったりこの香りがすごい大事だと思うんですけど、これもちょっと好きな人と嫌いな人で分かれるかなって思うので、その点も踏まえてぜひ参考にしてください。以上がひまわりシャンプーのお話でした。はい、次、無印エイジングケアシャンプー。これも無印にいた時に見たことあるかなって思う人もいると思うんですけど、これもクオリティがいい市販シャンプーなので、さすが無印さんだなと思います。はい、では洗浄成分から見ていきます。
ちら。洗浄成分でいうと先ほど紹介したボタニストと同じになります。なので低刺激で洗えるのに汚れもしっかり落としてくれます。でこのシャンプーのいいところが内容成分がもうすっごいいいです。保湿力が高い成分やなんと10種類の天然美顔成分、ヒアルロン酸、コラーゲンなど潤いを与えてくれる成分が5種類配合されています。その中でもリピジュアという高保湿な成分やアセチルヒアルロン酸というヒアルロン酸、このヒアルロン酸の2倍の保湿力を持つ成分も入ってるんです。保湿成分が多いのに油性成分が入っていないので質感もペタッとしづらいです。このこだわりは本当に市販シャンプーとは思えないクオリティです。ただエイジングシャンプーとしてはエイジング効果が弱いかもしれないので、成分がいいシャンプーとして使用されるのがいいかなと思います。このシャンプーが合う人でいうと健康毛からダメージ毛の間、髪の毛が乾燥しやすかったり乾燥肌の方だったり、髪がペタッとしやすい方、髪が細い方に合うと思います。はい、以上が無印のエイジングケアシャンプーです。皆さんどうでしたでしょうか。今紹介したように市販のシャンプーでも成分や洗浄が配慮されたいい商品はありますね。ただ言えることは、人それぞれの髪質だったり頭皮環境によって合う合わないっていうのがあるので、その点はご理解していただいた上で参考にしていただければなと思います。まあでも一番おすすめのシャンプーはサロン専売品のシャンプーです。これは本当に自信持って言います。理由としては人それぞれの髪の悩みに対して市販シャンプーよりもその悩みに直接アプローチできることが多いです。市販シャンプーももちろん今紹介したようにいい商品はあるんですけど、そのシャンプーが自分の髪質だったり自分の悩みにマッチしているかって言ったらもう合わない方もいると思うんですよ。なのでそういった方は一度サロンシャンプーも検討していただけたらなと思います。はい、ということで今回は市販で買えるおすすめシャンプーの紹介でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるので皆さんコメントお待ちしております。皆さんはどんなシャンプー使ってますか。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。